ははいこんにちはレトスノーのです本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます個別指導の値上げまであと数時間となりました現在の割引価格は今日までとなっております明日11日になると値上げとなってしまいますのでご了承ください試験日まで8ヶ月間ありますので今から理解学習を実践できれば今年の合格も間に合いますもし自分自身で理解学習を実践するのが難しいなそう思うのであれば ぜひ個別指導をご検討ください。今からであればあなたに今年合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。相続人 B が非相続人 A の死亡の前に A 及び他の相続人 C に対して直接書面で遺留分を放棄する意思表示をしたときは その意思表示は有効である。丸かツかという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で答えは、これ、ツですね。遺留分の放棄っていうのは、相続開始前の場合は裁判所の許可が必要なんですね。一方で、相続開始後に遺留分の放棄をする場合は、家庭裁判所の許可は不要です。 で今回、死亡前って書いてありますね。非相続に A の死亡前っていうことなので、相続開始前の話だから、単に書面で遺留分を放棄する旨の意思表示をしたとしても、これは有効ではないんですね。きちんと裁判所の許可、これを受ける必要があるということです。よって誤りです。きっちり相続開始前、後の違いについては覚えておきましょう。で、遺留分、これについてそもそもイメージついてますでしょうか イメージついてない方は、この遺留分ちゃんと勉強しておきましょう。また、遺留分侵害額請求、これも合わせて一緒に理解しておきましょう。え個別上の受講者さんについては、理解するための動画回数、ご用意させていただいてますので、受講者専用のメールマガーーから動画をご確認ください。で、問いにですねえ、免許の用費です。A が用途地域内の自己所有の宅地を駐車場として整備し、その賃貸を業として行おうとする場合で、 当該賃貸の契約を宅地建物取引業者の売買により締結するとき、A は免許を受ける必要はない。えまるかばつかという問題です。今回この A さんってどんな人かっていうのを押さえるとわかりやすいです。A さんっていうのは自らオーナーなんですね。まあ、今回で言ったら貸主ですね。貸主となって土地を貸すわけですよね。この場合なんですけども取引をしてないんですよ。 つまり、宅建業の免許っていらないんですね。したがって A は免許不要なんです。だから、答えは誤りということですね。で、この A さんってどんな人かっていうと、地主をイメージしてほしいんですよ。地主がいて、地主さんが駐車場を整備して、それを貸してるわけですよね。その地主さんって、みんな宅建業の免許を持ってますかって話なんですよ。持ってる方もいるけれども、意外と持ってない方も多いんですね。 今回、駐車場を貸しているわけなんですけれども、駐車場じゃなくて建物の場合も一緒なんですよ。建物だともっとイメージしやすいんじゃないですかね。つまり、えー、アパートのオーナーとか、まあ、そういったイメージです。アパートのオーナーさんとかって、免許持ってない方意外と多いんですよ。それでも、アパート経営してますよね。で、これっていうのは、自らオーナーとなって、そのアパートを貸しているだけなんです。これは取引に該当しないから、宅建業の免許はいらないんですね。 で、最近、ま、ちょ、ちょこちょこ流行っている投資用マンションですね。これも一緒です。で、この投資用マンションを購入しているのは、まあ、多くの場合が会社員なんですよ。その会社員の方が、マンションを貸すだけなんですよね。その会社員っていうのは、免許持ってますか持ってない場合がもうほとんどなんですよね。免許持ってなくても不動産投資を行っているわけですよ。買ったマンションを貸しているわけですよね。賃貸していると。 まあこのように具体例を考えるとすごくわかりやすいと思います。なんで、まあ、できるだけやっぱ具体例を頭に入れていった方が効率的です。実際やっぱ個別指導でも、あのー、解説とかに具体例を入れて解説してるんですね。やっぱその方がお客さんとしてはわかりやすいので、まあ、そのようにしてます。まあ、あまり市販のもんだとね、具体例とか載ってない場合が多いんですけども、ぜひですね、具体例考えながら勉強するということをしていただければと思います。 その具体でねえ、考える必要がないのが個別指導なんで、まあ、効率的に勉強したいという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。で、3番、開発許可ですね。市街化区域のすでに造成された土地について、2500平米の共同住宅を建設する場合、当該宅地の区画形質の変更を行わない場合も、開発許可が必要である。まるか罰かという問題ですね。で、この問題、え答えはどうかというと、ツです。 開開発発許可が必要ななのは行行為を行う場合なんですねで開発行為って何なのかっていうと建物の建築だったり特定工作物の建設を目的として行う土地の区画形質変更なんですねつまり開発行為っていうのは土地の区画形質の変更土地の形を変えるってことですイメージとしては土を取ったり土を入れたりする行為ってことです ブルドーザーを入れて土地の土を掘り返してこう捨てたりとかですね、また土を入れたりすると。まあ、そういった行為です。で、今回の問題で言うと土地の区画ケースの変更は行っていないですよね。区画ケースの変更を行わないでこう書いてあります。従って開発行為を行っていないんですよ。で開発行為を行っていないってことは開発許可は不要になってくるんですね。したがって誤りだということです。 で開発許可の要否を問う問題っていうのは、昨日の動画とかでもお伝えしたんですが、考え方の流れが非常に重要なんですね。でまあ、今回無料なので、細かい部分までお伝えできないんですけども、まあ、何が重要で何が重要でないかっていうところをちゃんと捉えていくことが、達見合格の近道になるんですよで。今回のこの開発許可の要否を問う問題っていうのは、この考え方の流れ、これが重要な内容なんですね。 一つ一つの問題の解説が重要というよりも、この開発許可の用否を問う問題が出た時の答えの導き方。まあこれが考え方の流れなんですけども、それが重要なんですよ。こういう部分をちゃんと見つけて、あ、これを頭に入れていき、またそれを使って答えを導く。これをやっていくと点数って上がってくるんですね。で、なぜかというと、それを頭に入れることによって、開発許可の用否っていうのはこれでも1点ゲットできるんですよ。出題されたら。 確実に点数を取れる部分を増やしていくというのが、え、達見合格の近道になってきますので、え、今言ったようなこの理解学習ですね。これをちゃんとやっていきましょう。個別指導では考え方の流れまでお伝えしていきます。単に覚えるだけの勉強っていうのは、え、今日までにして理解学習をぜひ実践していってください。そうしないと、どれだけ勉強しても合格するのは難しいですし、もう勉強が辛くなってくるんですね。なので、え、理解学習、ぜひですね、実践していただければと思います。 で、初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと数時間となりました。明日になりますと値上げとなってしまいますので、もし今年絶対合格したい。そう思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。今からであれば、あなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っときますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスのオノでした。